プロデューサーさん、お疲れ様です。あ、耳が真っ赤。外、寒かったですよね。あったかいお茶、用意しますね。私も。あその、ほっぺが赤いのは、ここに来る前に、ちょっとだけ寄り道したから、かも。でも、へっちゃらです。 冬は寒いしすぐ暗くなっちゃうけど寂しいだけじゃなくて素敵なところもたくさんあるってもう知ってますから例えば今日は素敵な雑貨屋さんを見つけました可愛くて少し大人っぽい雰囲気で植物とかも置いてあるんです綺麗なお花も ぱい咲いてました。でも、みんな咲いているのに、一つだけ、まだ小さなつぼみの子がいて、昔の私に、ちょっとだけ似てるなって思ったんです。だから、ちょっと気になって。あの子、綺麗に咲けるかな <laughs> 一緒に。 その子を見に行ってくれませんかプロデューサーさんの笑顔を見れば、あの子も元気になるかも。<laughs> プロデューサーさん、こっちです。この子です。ああ。今日もまだつぼみのままだ。心配になってきちゃうな。ね つぼみさん、あなたのタイミングがあるの寒い冬を乗り越えて、きれいに咲けそうかな。ちょっぴり、心配だよ。育っててみたいな。この子に、毎日お水をあげて、優しく声をかけて、一緒に日向ぼっこして。 大切にお世話するんです。<laughs> プロデューサーさんは、そういうこと、きっと得意そう。<laughs> 私も、そうでしたから、大切に育ててくれましたよね。だから、私も少しだけ、自信が持てたんです。心が温かい人に、 大きな優しさで包まれたら、安心できますから。<laughs> あの、よかったら、この子、事務所で育ててもいいですかプロデューサーさんと一緒に、お花を咲かせるところを見たくて、二人で、たくさん愛情を注いで、育てましょう。 そうすればきっと。ふうん、絶対に綺麗に花開くはずです。